お時間になりました。おはようございます。4時55分になりました。高田実です。今日も、もう11月最終週ですね。もう水曜日からは12月、早いですね。1年もあと残すところ1ヶ月弱となりました。皆様とこういった形でも書籍の紹介させていただきまして、もう3ヶ月近く経ちまして、いろいろ本当皆さんから勉強させていただいてます。ありがとうございます。今日もですね、書籍の紹介ということで行わさせていただきます。今日はこの単行本ですけれども、はい、いきますね。もう少しこっちかな。はい、また買いたいと思わせる喜びの方程式、小坂雄二さんという方が書かれた本でございます。まあ、こちらの方単行本の本なんですけれどもですね、非常に読みやすく簡潔にまとまってます。でなおかつですね、特に、まあ、ビジネス商売やられている方にはぜひとも読んでいただきたい一冊です。この方の本というのは私本当大好きで、今の世の中、まあ、本当に物が売れないっていう時代なんですけど、あくまでもお客様の観点に立ってお客様を喜、この本は特に喜ばせるっていうことに焦点を当てています。その中でもですね、こちらの方なんですけれども、例えばですね、サンマが120円と140円の価格差で売ってたと仮定しましたら、なんでその20円の差があるのかっていうのを明確にお客様に説明することによって、今まで120円の商品を買ってた方が140円のサンマ、20円プラスアルファになりますよと。例えばですね、この場合あのサンマの背中のところが大きいところがですね、結局おいしくいただける、それが20円の差なんですよっていうことを明確にですね、POP、ポップですね、まあ、商品の説明する看板じゃないんですけれども、板とかにですね、明確に説明してあげることによって、20円分のプラスアルファ、高い商品でも売ることができるんですよっていうことなんです。要はそのようにしてお客様にですね、あ、こういう違いがあるんだっていうことを明確に打ち出してあげるっていうことが非常に重要なんですよっていうことなんです。あくまでもですね、お客様の目線に立つことが大事ですよって書かれてます。多くのですね、まあ、ビジネスされてる方、営業マンっていうのはどうしても売り手の論理になってしまうんですね。これぐらい分かってるだろう、別に言わなくても当然だっていうふうに考えてしまう方が多いみたいなんですけれども、確実にやはりお客様の目線、お客様はそこまであなたほどですね、商品知識っていうのはないんですね。ですのでお客様に教えてあげることが大事なんですよっていうことなんです。それとともに、まあ、あとこちらですね、の本の中にもう一つ書いてあるんです。東京ディズニーランドの件が書いてあります。ディズニーランド、あれだけの、まあ、集客をするところは何なんだっていうところなんです。やはりリピーターを確実につかむ手法として、まあ、そのディズニーランドの中に入りましたら、その敷地内で全て楽しいことが起こるんですよと。イコールそれっていうのは、まあ、例えばですね、1泊2日で地方からいらっしゃった方がディズニーランド、ディズニーシーとかにいらっしゃる中でも、やはり宿泊施設とかも確実に園内に設けて、園内の中にいると楽しいことが起きるんだ、エンターテインメント性が高いんだ、喜んでもらえるんだっていうような状況に持っていくことが大事なんですよっていうことが書かれています。例えばそのまあ宿泊施設が浦安からまあ東京の方に流れたとしたら、2日目っていうのは帰ってこないんですね。もう帰って、その 園内から出た時点で終わりですよっていうことが書かれてます。ですのでできる限りお客様の観点に立って、お客様が1箇所のフィールドの中で全てが楽しめるようにアレンジするっていうこと、その部分がやはり非常に重要かと思います。まあ、特にですね、ちょっとこの本の内容からそれるんですけども、私自身が特に注目してほしいところはですね、お客様、あと競合他社、あと自分たち、まあ、自社ですね、この3つに焦点を当てるっていうことが、まあ、定説で出てるんですけども、その中でも特にお客様に焦点を当てることをに中心に考えてくださいっていうことなんです。もちろん競合他社との兼ね合いがあるんですけれども、
競合他社がこういうことやってるから、じゃあうちはこういうふうにやろうっていう考え方も大事なんですけれども、それ以上に一番焦点を当てるっていうところは、やはりお客様、自分たちが狙うべきお客様がどういうことを待ち望んでるのか、求めているのかっていうところに焦点を当てるっていうことが非常に重要です。お客様が望んでいる部分と自分たちが提供できる、まあ、商品とかサービス、そこの合致する部分が商売として一番成り立つというところなんです。そこの部分に焦点を当てずにですね、あえて競合他社がどうしてるかこうしてるかっていうことを考えすぎますと、お客様との接点っていうのがボケてしまうんですね。ですので、そこあたりを十分注意していただければと思います。あくまでもお客様に焦点を当て、お客様を喜ばせることが大事なんですよっていうことなんです。ですので、まあこういった部分のところに焦点を当てて、ビジネスっていうのを展開していただければと思います。今日はこちら、また買いたいと思わせる喜びの方程式、小坂雄二さんからの書籍の紹介でした。はい、11月ももうあと2日ぐらいしか、今日と明日で終わりですね。皆様、今日11月の29日が素晴らしい一日でありますよう心よりお祈り申し上げます。それでは失礼いたします。